いま。はい。あ、もうやだ。犬に閉められたんだけど。何これ。ただいま。はい。別に何もないよ。撮ってるだけ。2年生最後の日だから。絶対に音ライブ。じゃあいい。帰り。帰り。どうでしたか。今日は5年生最後の日でしたけども。はあ。はあ。楽しかったです。はあって。楽しかったです。悲しかった。楽しかったです。楽しかった。悲しくはなかった。え、悲しかった。え？悲しかったよ。あ、悲しかった。なんかね、うん、先生がね、うん、なんかまた違うビデオを作ってて、うん、うちらには内緒で、とか言って、うん、みんなで、あとね。うん、いやあ、あの先生いなくならなかったし、あの先生いなくなったんだ。あ、そっか、離任式も兼ねてやったからね。そうそう、がめっちゃやばい。なるほど。だって宿題がね、うん、2030年の1月19日に、うん、一生懸命生きてまた会うことなの、うん、あー、そっか、10年後。そうそう、そうだよね、タイムカプセルみたいなのを埋めたんでしょ。そうそう、成人式。あ、埋めたんじゃなくて先生が預かってるんだね。そうそう、埋めるとちょっと汚れちゃったり腐っちゃったりするから、うん、埋めると腐るからとか言って。なるほど、じゃあ10年後にまたまた会うんですよ。このクラスで会うってことですね。素晴らしい、実現するといいよね、ほんと ね。でも楽しみじゃない、10年後なんて。ほんと、いや、みんな10年後どうなってるか楽しみ。ねえ、わかんなそうじゃない。パッと超美人になってる人もいればさ、うん、超かっこよくなってる人いるかも。そうだよね、それはわかんないよね。だって今しほちゃん何歳？11で、10年後は21。いや、あの9年後、ほら今2021年じゃん、うん、2030年だから。あ、そっか、1年も。だから20歳の、ほんとに。じゃあみんな20歳ぐらいか。1月19なの。うん、ほんと成人で会うから、うん、20歳だ、ね、成人式で会いましょうってこと。うん、そういうことか。そういうこと。なるほど。だからほんとみんな20歳で会うの。すごい、大人になったら会うんだね。そう、ほんと大人になった瞬間。素敵。いいでしょ。素晴らしいですね、先生ね。死ななければね。うん、何言ってんですか、そんな。はい、そうですね。はい、はい、で、で先生のビデオはどうだった。ビデオやばかったよ。え、何、動画作ってくれたの。へー、すごい長いの。ほんと、写真とかを入れて。感動した。最後に先生のさ、うん、なんかメッセージ、おー、そう、名前言えないけど、うんうんうん、あ、そう、なんだっけな、先生は幸せでしたって書いてあった。うーん、なんか超長文でさ、先生は幸せでしたって最後に書いてあって、うん、じゃあ、ありがとうございましたとか書いてあって、うん、最後にその名前。なるほど。はい、じゃあどうでしたか、5年生という学年は。もう今日で終わりだよ。楽しかったです。楽しかった、うん、本当に。かったね。今日通知を配られてね、うんうん、なんかそうそう、なんか言われた。言われた。先生は別にその、あの、なんかいいんだけど、うんうん、なんかもし違う先生になって、うん、なんかそういうね、テンションのね、うん、人がね、うん、嫌いとかいるかもしれないから、うん、その時は、うん、って言われた。どういうこと。テンションをもっとね、うん、コントロールしなさいってことでしょ。あ、私コントロールできるよ。だって最初の方はいつもおしとやかなのよ、私。おしとやか。ダーンなの。みんなのね、うん、みんなの個性というか、みんなの性格を知りたくて。うん、で、超おとなしめに、うん、行くわけよ。え、先生、3人の先生からしほちゃんに言われたの、うん、個人的に、うん、テンションを抑えてくださいって。いや、そんな。コントロールしてくださいって言われたの。そんなこと言われてないよ。どういうこと。今の話じゃそういうことでしょ。そういう意味だと思うよ。なんか、うん、来年の担任の先生は、うん、どうかわからないので、うん、とか言われて、はい、うん、わかりました。って言ってました。どんなテンションなの、あなたは学校で。やばいね。気をつけてよ。で、成績どうだった。成績言いたくないです。あ、悪かったんだね。下がったってことでしょ。前の覚えてなくてさ。ん、前の通知表の成績覚えてなくて。あ、そうかそうかそうか。ぶっちゃけ分かんないけど、上がってるか下がってるか。うん、でも、うん、先生がね、うん、なんかかなりね、うん、ハードル高くなってるとか言ってて。そうなの。そうそう、高くなってて、うん、だから本当に、うん、なんか
あのね、うん、下がった人はいないと思うけど、うん、上がってる人もいなくて、あ、そうなんだ、みたいな、みんな頑張ってたんだけど、みたいな感じだったの。上がってる人も少ないし、下がってる人もまあまあって感じだから、なるほど。ちょっとなんか、つけるね、うん、つけるのが上がったんだって。うーん、あら、あらん、どうしたの、あらん、どうしたの、足踏んでほしいのか。なるほどね、はい。成績リミの見た、まだ、あ、見たよ、でも動画はしてない。じゃあ動画はいいです、はい、後で見たいと思います、成績、はい、はい。じゃあね、今日は、まあ、これからね、しょうちゃんも今11時半に帰ってきて、はい、これからお昼を食べて、今日は 1時から公園ですか、公園に遊びに行きます、はい、今日はね、だから今日ズボン履いてるの、うん、あ、そうなんだ、それでズボンなのね。私ね、あそこの公園行くと呪われてんのかね、必ずね、怪我するよ、ね、2回怪我するね。今日ほんと気をつけなさいよ、あの遊具の周りに立たない、分かった、頭ゴーンとかならないようにね、はい、はいはい、転ばない、あ、ね、まあ、今日はズボンだけど、はい、だから俺長ズボン履いてます、うん、基本的に気をつけてね、はい、注意が、自分の注意も大切だからね、ある、はいはい、そういうところは返事がよろしいことで、はいはい、はい、じゃあね、せっかくなので返事だけはいいから、うん、まあね、楽しんできてください、はい、はい、頑張ります、はい、ということでね、しょうちゃんももうこれで5年生終わりなので、6年生もね、はい、6年生はね、これから大変ですからね、いろいろね、はい、最高学年なので学校のお手伝いとかいっぱいね、やることあると思うから、そうですね、頑張ってください、はい静かね、バイバーイ